バレーボール女子の2024年パリ五輪予選兼ワールドカップ W 杯は24日まで東京、代々木第一体育館で行われ、日本は6大会連続の五輪出場権はお預けとなったものの、開幕5連勝をマークするなど大会を盛り上げた。海外メディアの戦績紹介には世界のバレーファンから多数の反響が集まり、五輪出場に値するアジア代表として幸運を祈る。 などと来年の五輪出場を願われていた。動画、ブロックの時の小賀がとっても嬉しそう、世界からいたわれた日本の名場面、トルコエースを封じた小笠リナの映像、4枚目、開幕5連勝と勢いに乗り、五輪出場に大手をかけていた日本。しかしトルコ、ブラジルの強豪に敗れたことで切符獲得はお預けとなった。ただ、世界ランク1位のトルコからも第一セットを奪い、 ブラジル相手にもフルセットの激闘を演じるなど、確かな実力を示した。トルコ戦で相手エースのバルガスをブロックし、目を見開いて喜びをあらわにした小笠里奈の映像などを国際バレーボール連盟、FIVB と CVC キャピタルパートナーズがパートナーシップを結んでいるスイスのバレーボール専門メディア、バレーボールワールドが公開し、それでも日本は素晴らしい奮闘だった。 パリ五輪予選で枠を勝ち得ることはできなかったかもしれないが、五輪出場への旅は来年も続く。ネーションズリーグ2024で会いましょう。とねぎらいを記した。小賀の表情も印象的な投稿に、世界のバレエファンからコメントが多数集まった。彼女たちは素晴らしかった。ブロックの時の小賀がとっても嬉しそう。日本のチーム大好き。彼女たちは素晴らしかった。五輪で待っているよ。 コガと井上完璧日本は五輪出場に値する、米国から日本のことを応援してるよ。アメージングなチームだ、彼女たちが五輪に出場できることを祈ってる。私はタイのファンだけど、彼女たちがプレーしているところを見るのが大好き。アジアの代表としても幸運を祈ってる、ボージャパン。大好きだよ、ブラジルより、パリ五輪の出場枠は開催国のフランスを含む12カ国。 今回の五輪予選では世界ランク上位24カ国が3組に分けられ日本などで開催され、各組上位2カ国、計6カ国が出場権を得た。日本の B 組は1位トルコ、2位ブラジルに決まり、残る5枠は来年のネーションズリーグ1次リーグが終了した6月17日の世界ランクで決まる。ザ・アンサー編集部。